どうもトラムスキです。今回は、青鬼、元祖青鬼をやっていきたいと思います。通常モードの方でいきましょう。ヒロシ、中は思ったより綺麗だな。ミカ、なんだか寒いわ。タケシ、おいもう帰ろうぜ。なんだよたけし、ビビってんのか。おいもう帰ろうぜ。バカバカしい。お化けなる噛んだな。ちょっと待って、噛んだな今。お化けなどいるわけないでしょ、常識的に考えて。おいヒロシ、気をつけろよ。これ消せないかな。これさ、この白いやつで邪魔なんだよな。ちょっと一旦これどうやって消すんだろう、この白いやつ。はい、まあ一応ね、カットしてるんですけども、ホームに戻って、ホーム画面の方から設定でこの白い、さっき出てたあの白いやつがとりあえず消せる設定があったんで、そこからね設定して、白いやつ邪魔だったんで、消してきました。はいはい、言いましょう。とりあえずこっちから、これがさっき割れた音かな。皿が割れていますね。鍵がかかっている。おっと、さて皆さん、え、それだけ。うう、なんかいる、なんかいる、怖。ママ、ちょっと待って、怖いよ。ちょっとこれはや、とりあえず上とかちょっと確認してからちょっと行きたいね。ここは何これ、竹棒。え、入れなくねこれ。うーん、今の現状では入れないと。鍵がかかっている。そして鍵がかかっている。さらに上に、こっちは鍵がかかってる。開かない、マジか。行けるとこが少ないっていうことか。どうしよう、どうしてもやっぱこっちに行けってことだな。やっぱ元祖青鬼はあまりやったことがないんで、じゃあどうしてもやっぱこっちに行くしかないんだろうね。やっぱ、はい、開かないね。え待って、嘘でしょ。ちょっとどうしたらいいんだ。アイテム、皿のかけらしかねえんだけど、ここでは使えない。え、どうすればいいの。あ、待って、これもしかして、何かいるぞ。今何かいたぞ。今ここで青に来たら死ぬ。うわっ、バカー、まあ、たけしかよ、たけし。ガタ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 。他の皆さんはガタ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 しか言わねえじゃん。てん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 、やべえ、隠れねえじゃん。隠れられないと言われてもちょっとね、ちょっと鍵がないと多分こう開けれないんだよね。やっぱどうしよう。図書室なんだろうね多分。ここは、あ、鍵かかってんのか。どうしよう、鍵かかってると言ってもな、こっちは鍵かかってる。どうしよう、鍵かかってるんだけど鍵がない。何これ、ここの地図かな。はい、
うん、どうしよう、ちょっと行く場所はよくわからないというね。ヒント、見ます。もしかしてどっかになんか鍵がポロって落ちてるパターン、そんなことはないよね。ちょっとさ、ちょっとむずないこれ、ちょっと。たけしでしょ、もしかしてこの部屋しかあとないんだよね。あるやんけ、あるやんけ、ここにも。だよね、もう今の現状としてはもうここの部屋しか行くかね、ここの部屋以外と行くとこしかないからね。やっぱさあレッツゴー。え、開かないじゃん。あ、アイテムか、アイテムで突出の鍵を使う。え、使えないじゃん、使えねえじゃん、鍵がかかっている。もう片っ端から開けていっか、使えない。使えない。アイテム使えない。アイテム使えない。開かない。この開かないっていうことは多分鍵がかかってるってことなのか。使えない。どういうことだろう。図書室自体がそもそも分かんないんだよな。こっち、はい、来た。待って、もし青鬼がまあ襲われたとして、襲われの俺だけどさ、青鬼が襲ってきて、逃げるとき、まあ青鬼に襲われます、こう来る、こう来て下にいて行くとしたら、たけしのとこ、たけしのとこ隠れられなくない？だってまあ行くか、今回は青鬼の逃げるとこまで行きましょう。はい、寝室の鍵、ゴー。え？操作。上に行けばいいんだな。これ遅くね？ちょっとダメじゃん、これ。もう分かった。もうここにも全力で行けばいいんだ。ここに全力で行けばいいんだ。またこっから、もしかして。待って。くそ。また皿だかよ。また皿から。はい。違うか、タカ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 タ、はいはいはい、図書室に行きましょう。ドン。全力でたけしボックスに入っていかないといけないんだな。ちょっともうこれはもうちょっとここでセーブしましょう。もうめんどくさいんでね。セーブ、セーブ、よいしょ。さあ
さあ来いや。ピンピンピン、この操作が大事だね、スマホの操作が。一個一個スマホの操作が大事になってくるよ。うらっ、大丈夫じゃね、これセーフでしょ、さすがにこれセーフだろ。オッケー、ハンカチを手に入れた。今後どっかで使うんでしょう。うん、今の現状ではここは、あとは使い物というか、まあアイテムはないかな。ベッドもアイテムはない。うん、椅子のとこにも何もないよね、机にも何もない。はい、この部屋はあとは用はないと。で、寝室がそもそもどこなのかはわからないから、うん、寝室だよね、やっぱ寝室がどこなの。あーおえー、わお、高級っていうか、めっちゃホテルっぽいな、ここ。すんごいいいベッド使ってるな、多分。よいしょ。何もアイテムがないだと、マジか。どうしよう。ベッドとかに一つや二つアイテムはないか。ない。ありましたね。なんか一瞬なんか落ちたけどさ、ちょっと待って。ちょっとさ、わかんないとこにちょっと移動されると逆に怖いんだよね。いつ青に来るか分かんないから、そういうことで、このハンカチはいつ使うのか分からないから、よいしょ、あ、これだわ。これを多分ハンカチで拭いて、まあそうすればなんか暗号みたいなのが多分出てくるとかじゃね。ここでは使えない。あ、じゃあ違うのか。何、ピアノのとこからバンとかって青に出てこないでよ。何これ。多分今の現状では今多分わからないから、多分ピアノと多分関係してるのかな。ピアノの今血出てきたやつを拭けば、なんか水をかけて、それを洗剤かな、わかんないな、なんかをこう拭いて、ハンカチでこう拭くみたいなことするんじゃないかな。よいしょ。あお、なんかいつまでかいけるようになってんじゃん。じゃあここにもアイテム一つや二つあるんだろうね、やっぱ。ここのアイテム欲しいけど、え、なにこれ。この部屋には、ね、何も用はないということだな、多分。じゃあ、どうしよう。ハンカチで拭いても意味ない。あ、でもまあここに行けばループヒットできるのか。ループできるから、まあいいんだけど、これだよね。この血をどう拭くか、ハンカチで拭くじゃないの。これ拭いた瞬間に泡出てくるからやめてよね。はい。ここでは使えない。どこで使うんだこれ。たけしの持ち出したものか。どれだろう。なんだろう。やっぱりなんかあるな。消毒とかすんのかな。消毒しねえか。消毒は関係ないか。ちょっとそろそろ青に来そうだな。ちょっと一回セーブしましょう。
難しくなってきたな。髪がかかっている。元祖青鬼やね、本当に自分が。おお、あ、やべ、死んだ、やべ、死んだ。うっそ、いや、急に出てくるのやめてほしいよな、これ今の。これやめてほしいな。うん、ハンカチで付けん拭いてもダメということ。さっき青鬼が出てきた場所。これ確定？もしかして。関係ないのか。やめてよ、もう一回。やめてよ。オッケー。ここに何かヒントがあるのかな、もしかして。さっきのランダム発生だったのか。さっきのランダム発生でアホニア出てきたのかな。たく、迷惑な野郎だぜ。ここの椅子に何もアイテム一つもないのか。ここにもないよな、さすがに。ぐだってる。さすがにちょっとぐだってる。やめろよ。ここ怖いからな、ちょっと。ここ通るたびに、ちょっと青鬼が来るの可能性高いからな、ここ。風呂場行ったら死ぬからな。ここも行ったら青鬼来た瞬間死ぬな、多分。ここも行ったら青鬼に死んだから、風呂場とトイレは死ぬ。難しいな、ちょっと。洗剤だよね、やっぱ。洗剤とか消毒とか欲しいじゃねえな。洗剤とかが多分手に入れないと何も、先に進めないだろうな、やっぱ。それがどこにあるのか分かんないけど、今後、調べたり。あまり調べるとね、このネタバレとかなんでね、やっぱ、自力で、ストーリー進めていきたいと思っています。今回はね、この辺で動画の方は閉じていきたいと思います。今回はね、パート1なんで、まったりとやっていったんですけど、パート2は、これから、本格的に、収録の方を、していきたいと思います。はい、ということで、パート2の方は、本格的に、ストーリーの方を、ガンガンと進めていきますので、またパート2でお会いしましょう。以上、パート1青鬼でした。またね。